歴代の都督をはじめとした将来の働きで孫悟は劉備を退けた。この勝利は結果として孫悟が慶州を制する形をもたらす。だがこれでもはや定律による天下三分は保ち得ない。孫権と都督らは協議の末、天下二分への移行を決定する。かつて周瑜が唱えた葬儀と孫悟による天下二分からの決戦、その実現に向け孫悟はまず劉備を討つべく主軍を西へ進める。しかし葬儀がこれに対し手をこまねいているはずもない。曹操から義を継いだ曹丕はすぐさま慶州の奪取を決断。総力をもって益州攻略で手薄となった高陵へと軍を進めた。曹丕の大軍に対し貨幣をもって構える朱然、陸遜、関羽。孫悟の明日は俊英たちの治癒に託された。なるほど、ここで慶州を突くとは。曹丕、さすが曹操から義を継いだ人ですね。おい、一人で感心するな。五軍の主力は益州に行ってる。この貨幣で守りきるのは厳しいぞ。益州攻めの部隊と建業に伝令を出しました。あとは援軍が来るまで耐えるだけです。お前、結構余裕だな。けど何を隠そう、俺もだ。さすが主膳殿、お分かりですか。当然だ。兵力差と援軍到着までの日数試算してみたが、なんとか持ちこたえられる。俺たちの能力を勘定に入れて。だけどな。ええ、ここにいるのは私たち。敵にとって一番の計算外でしょう。やれやれ、嫌な時に攻めてくるね。こっちは留守のやつが多いっつの。ま、泣き言言っても始まらないしね。帰り討ち食らわしてやるとしますか。義もなかなかやるじゃねえか。油断してるところにぶっこんでくるとは。けど相手を見ねえんじゃ三下だな。俺に喧嘩売ったことを後悔させてやるぜ。俺たちだけで持ちこたえる、言っちゃなんだが燃える展開だ。そうですね、きっと後世に語り継がれる戦になるでしょう。さあ始めます。治癒と闘志で敵を押しとどめるのです。援軍到着まで何としても耐え抜きます。まずは本陣付近の敵を掃討してください。本陣は絶対に落とさせない。俺たちの力敵に見せつけるぞ。心配していても兵糧は増えないぞ。今は本陣の守備に集中しろ。一人で現れるとは面白い。私が相手になってやる。この俺が相手だ。はい、レッカー両端だ。グレンの炎よ。
見事な武勇。策の出番もありませんが。リクソン殿、兵糧を持ってまいりました。今そちらへ向かいます。
進軍しますよ。南北から攻め、五軍を美しく葬るのです。これで勝ったと思うなよ。敵将、討ち取った。よくやってくれました。見せてやります。応援する。お見事。見せつけて
鍛えました。さあ、ここからは攻勢に転じます。ここは私たちの大切な地、絶対に守り抜くわ。よくやってくれました。もはや耐え忍ぶことはない。やった、羽星を下ろし、今後の進路と戦。一人で現れるとは面白い。わしが相手になってやる。
花のごとくだな。この勝利、皆さんの奮戦の賜物です。猛将たちの治癒は兵の高を凌駕し、公領より葬儀の兵を駆逐。葬儀は気を失したことを悟り交代。葬儀は主政へと転じた。勢いを得る孫悟、ほどなく職を制し、天下二分を果たすは自明。その躍進は新たな天下を照らす行幸のごとくであった。どうしたお前たち。いえ、ただ朝日を見ようと。皆さんは軍議の後、殿に呼ばれてな。酔いざましだそれは大変でしたね。太陽は東より昇り、天下を照らす。我ら孫悟を表すかのようだ。太陽は沈みますよ。だが必ず昇る、新たな活力とともに。ところでお前たち、何を話していた。孫悟の未来についていろいろと、うん、な。そうですね、いろいろとです。ああ、リクソン、シュゼン、孫悟の明日を照らす朝日となれ。それが若きお前たちの使命だ。うん、お前たちが描く未来、期待しているぞ。はい、期待していてください。わかりました。孫悟の未来、私たちに任せてください。